プに向けて何か準備してきたことあります？山本、4月22日に準決勝があったんですけど、まあ、そこから約3ヶ月間毎日毎日練習に行って、そして、まあ、実はその自分の恩師が、歌を教えてる先生が、まあ、今年の5月に亡くなってしまって、で、まあ、その先生にこう何としても優勝を届けたいなと思って一生懸命練習頑張ってきました。はい、行ってきた場所とか、はい、あの奥秩父 の三峯神社に行って手を合わせて、ちょっと狼3匹ぐらいちょっと連れてきてるので今日は頑張れると思います。頑張ります。なんか家族から言われたことありますか？あ、今日実は家族も両親あの愛媛なんですけど、愛媛から駆けつけてくださってまして、あの見に来てて、明日優勝しろよって言われたんで頑張ります。今日はどちらから？今日は大阪から来ました。大阪から。朝何時とかありますか？いや、昨日から入ってて、今日は朝4時に起きて声出しして来ました。はい。やっぱもう事前に声出さないと声って出ないもんですか？僕の場合は自分の出番より6時間前とかに起きないとピークを持っていけないので、そういう風にしてます。なるほど。ちなみに今日に向けて何か準備してきたことありますか？準備してきたこと、普段職業が小学校教諭で、もう子供たちを怒鳴ると声が枯れるのでニコニコ指導をしてました。はい、普段から怒鳴るわけではないですよね。いや、叱ります。怒鳴るじゃなくて、はい、ちなみに子供たちは知ってるんですか？子供たちは知ってて、あの事前に二次予選の様子も YouTube に公開されてるんですけど、それをみんなでなんか見てます。子供たちはなんか言ってくれました？なんこの曲って言ってました。今日のためになんか準備してきたことありますか？準備してきたことは、そうですね、毎日練習して4日前に爆発してめっちゃ泣いちゃったんですけど。泣いちゃった理由っていうのは？いや、いろいろあるんですけど、そうですね、ここの緊張がちょっと爆発しちゃって、ちょいろんな人の思いがあって、あの応援してくれるおばあちゃんとか、家族の実家の兵庫に住んでるお母さんとかお父さんとかが頑張ってなって毎日声かけて電話してきてくれてたんですけど、なんかそれで緊張しちゃって泣いちゃいました。緊張しすぎて電車で来れなかったです。タクシー乗せました。電車乗るのもちょっと、ちょっとそうですね、心がちょっときつくてタクシー乗りました。今日のために何か準備してきたことありますか？そうですね、あの新宿に花園神社っていう芸能の神社があって、僕がよく大会とか大きいイベントとかがあるときに必ず、まあ、成功しますようにって見に行くんですけど、まあ、それを昨日行ってきたのと、あとあの験担ぎで昨日お昼にとんかつを食べました。カツって元気がいいっすね。はい、ちょっと1位しか見てないんで頑張りたいと思います。リハーサルしました。で、自分の番までどうやって時間を潰そうかと。まだまだね。ただまあ、長いです。長丁場。ここのホール歌いやすかったですか？僕は歌いやすかったですね。はい。ちょっとなんか緊張感が今伝わってきますけど。緊張しますね。なんか今お互いになんか情報交換とか。そうですね、その返しがどうとか、その歌いやすさとか、うん、それはやっぱ情報共有しとってフェアに戦いたいなということも。どうでした？いや、思ったよりなんかリハなのに緊張しました。
でも審査員の先生方にあの歌詞を伝えれるように本番も頑張りたいと思います。今日のためになんか準備してきたことありますか？準備はあの奈良県になんか芸能の神様がなんかいらっしゃるってその歌の先生から聞いて、そのお守りをこういう札なんですけどあのもらってきて、それをずっとスマホに入れてあのお願いしますみたいな感じでずっとあの祈ってたりとか、あのなんかあのとにかく歌詞が前に伝わるように、聞こえなかったらあの伝わらないので言葉をはっきり言えるようにとか毎日練習してました。ステージがこういろいろなんかセットがあったりとかして、あのトップバッターなんで今回すごいちょっとドキドキですけど、なんかトップバッター関係なく歌い切りたいなと思ってます。一回リハーサルしてみて、声の調子はいかがですか？声の調子は、あ、でも今日朝はもう声出ししてきたんで大丈夫です。朝してきたの？朝早く起きて、あのなんかカラオケに朝から空いてるところがあったんで、そこ探してできました。今日のためになんか準備してきたことありますか？今回は審査員の方がたくさんいらっしゃるから、それをこう目の前にするとやっぱ緊張しちゃうから、あの山内圭介さんとの写真を見ながら歌うっていう練習をして、あの本番もなんか何だろう、ご本人を見ても動揺しないようにっていう練習方法でやってきました。はい、独自の独自の方法でちょっとやってきました。確かに、うん、今からどちらに？全体のリハーサルに行きます。全体のリハーサル、はい。何があるんですか？分からないんですけど集まってって言われたんで11時50分に。ちなみになんで、はい、その浴衣ですか？それ浴衣です。あの曲が、あの花火大会の曲なので、ちょっと花火大会っぽく行こうかなと思って、うん、赤は好きなんですか？そうですね、はい。緊張してます。そうです、緊張してます。もう曲をひたすら練習して、まあこの日のためにまあ一番を持ってこれるように実力を優勝したいと思います。リハーサルやってみてちょっと環境がちょっと分かったから、まあ頑張れるかなと、全力で頑張れるかなと思います。今日なんか今日のために準備してきたことありますか？今日のために準備したことは、そうですね、やっぱ喉飴をやっぱ持参し、やっぱ常に持ってるっていう、ちょっと常にコンディションを良くするために龍角散を食べてます。ちなみにそれがご自身にちょうどいいやつなんですか？はい、あ、でも一番ちょうどいいやつですね。結構喉の調子が良くなります。喉飴選ぶのってやっぱいろんな種類試すんですか？はい、やっぱそうですね、まあ個人的には龍角散が一番好きですね。あ、応援者です。応援、はい、どういうご関係です？同じ、生徒さん、習ってる演歌のところの生徒さんの方々で、ああめっちゃいい人なんで出るかもしれない。じゃあなんかエールを送ってください。2人から、はい、もうあのフレーアイアンカーもう孫みたいなものです。そう、孫なんですよ。なんかご家族かと思った。孫です。本当にもう孫ですもんね。よろしくお願いいたします。同じ兄弟の姉です。もろしんどいしたがってるよ。はい、頑張ってください。はい、頑張って。変わりました。真っ白で、髪、気合のポニーテールで頑張りました。いや、楽しみです。トップバッターですか？はい、トップバッターなんで、もうやっぱ多くの感じの空気作りたいと思います。緊張してます。唐揚げ棒の
喉を潤そうと思って唐揚げ棒とあと龍角散溶かしたお水です。そうしますよね。すごい。ちなみに唐揚げ棒は、はい、やっぱりこのどんな役割ですか。あ、もうなんか気持ち的になんか結構気持ちよくなるので喉が。その油がとかじゃないですか。あ、なんか油が。すごいじゃん。かも。あ、わかんないです。今日始めてみました。いきなり。今日。はい、頑張ります。きっと決まりましたね。はい。これし、この曲に合わせて買いました。この曲でずっとこの予選からやってきてるので。あの歌だけじゃなくて姿でもあの曲の世界観を作れるようにしました、はい、今回はもう死に物狂いでやってきたので一人でも多くの人に届けばいいなと思います。よろしくお願いします。そうですね、めっちゃ緊張してるんですけど、あの、まあ、自分の練習してきたこととかファンの人への思いとかを、まあ、ワンコーラスだけですけど届けれたらいいかなと思うので頑張ります。曲への思い入れとかありますか。曲は私がすごくこの曲が好きで、まあ、歌詞の意味とかはそんなに深くまで理解はできないんですけど、まあ、おばあちゃんも好きで、あのこの曲をこの大会で歌えることがすごく幸せです。緊張しますか。緊張してきました。いつも歌う前ブルブル震えるんですけど、今日はもう人一倍あの先生たちもすごい方たちばっかりなんでもういっぱい震えます。今日ピック持ってきたんですけど、その先生のピックを握りしめてちょっと今日は歌いたいなと思います。緊張感、まあ、ちょっと緊張はしてます、はい、やっぱ直前というか。そうですね、まあ、まあやっぱりこう喉飴をちょっと舐めながらちょっと頑張っていきたいなと思ってます。お守りじゃないんですけどちょっとお守りにしていきたいと思います。はい、ずっと持ってるやつですか。あ、そうです、もうこれであの15粒ぐらい舐めてます。今日は赤いワンピース。そうなんです、ワンピースでやらせていただきます。新の衣装は何か関係してるんですか。衣装はあの私ちょっと、まあ、音楽活動してるんですけど、その時に使ってるこう馴染みのある衣装で今日は挑みたいなと思ってこのワンピースにしました。思い込めて歌いたいですか。そうですね、今日歌うのはミシャさんの愛の形なんですけど、あのこの数ヶ月で本当に人の愛とか人の大切さっていうものに本当にたくさん触れたので、あの一生懸命みんなに感謝を込めて歌いたいなと思います。以上は勝負服です。勝負、はい、今日歌う曲は何ですか。今日は半崎よしこさんの種を歌わせていただきます。どんな思いで歌いますか。一番はその会場に聞かせたい人がいるのでその方に向けて歌いたいと思っていますし、あとはその人の命の尊さみたいなのを会場にいるみんなに伝えれたらなと思っています。ちなみに聞かせたい方ってどんな関係の方ですか。まあ、自分の奥さんもそうですし、ちょっともう今あのこの前亡くなられたんですけど、ちょっと自分の恩師がいるの で今日も多分会場に来てると思うので、その方へ向けて歌いたいと思います。はい、はい、吐きそうです。終わってから、ま、吐きそうっていうのは終わってからの方が吐きそうです。なぜですか。気づいた感じ、はい、吐きそうなことに気づいた感じです。あの緊張してたんだなって、ね、頑張りました。もう最高な気持ちです。もうなんだろう、本当に気持ちよく歌わせてもらって、そしてあの10人の先生に見られるって初めての経験だったので、すごくなんかワクワクしたし、もう僕の中ではもうみんな優勝だと思います。みんな優勝です。決勝の舞台めっちゃ緊張しました。でも思いっきり歌えたのでよかったです。自分の中でなんかどうだったなって
でもなんかあんまりうまくいかなかったんですけど、でも歌詞はしっかり伝えられたので良かったかなと思います。めっちゃ緊張しました。振り返ってみて。そうですね、なんか練習の時はよし行けるぞって思ってたんですけど、自分の中ではちょっと100点は出なかったかなと思います。楽しめました。あ、めちゃくちゃ楽しくて、お客さんもあったかくて、なんかあの自分のライブのような感覚でやらせていただいたんですけど、また次の機会があったらまた挑戦したいです。まだ無償はまだそうなんですけど、なんか自分の中でなんかそう思ってます。わかりました。あ、自分でもまあ納得いってない部分はあるんですけど、まあ今出せる力を出せたかなとは思ってます。自分の歌を、まあ、届けれたらいいなって思ってたんで、まあ、それが果たせたのかなって思いますね。わかりました、はい、じゃあもうすぐ表彰ですけど、はい、いかがですか。もうあとは受け入れるしかないですね。わかりました、はい、ありがとうございます。マジでめっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。よかった、マジで。あ、やばい、マジでよかった。すごく充実していて、やっぱり人として成長できた大会だなと思いました。どうしても結果がついてしまうと、あの人の歌はとなりがちなんですけれども、今回決勝大会に来た皆さんはお互いがお互いのことをとてもリスペクトしているところがよくって、何より音源審査が安いのが魅力だと思います。そうですね、練習はしたんですけど、やっぱり僕よりもはるかに上手い方もたくさんいらっしゃったし、まあ多分練習の量とかはるかにこう大変な練習をされてきた方が結果を残したという形だと思ったので、まあこれをちょっと糧にまた次のステップに進めるように頑張りたいと思います。思い通りに発揮できたかなというふうには思っています。そうですね、まあ残念な結果にはなりましたけれども、まあこれを次回になんか移せたら生かせたらいいなというふうに思っております。再チャレンジしてちょっとまた挑戦してみたいなというふうに思っております。この素晴らしいステージで歌えたことにとても幸せでした。じゃあ大会、まあ、一次予選からやって、はい、楽しかったなって思い出ありますよね。もうこのさっき歌った瞬間が一番楽しかったです。はい、じゃあまた大会があれば歌いたいという気持ちありますか。はい、めっちゃあります。はい、リベンジしたいです。優勝した、人たちも準優勝した人たちも、僕が、まあ、尊敬している歌を歌うような人たちがみんな撮ってたので、まあ、悔しい気持ちもありますけど、嬉しい気持ちもあって今半分半分の気持ちです。この悔しさをバネにして、もっともっと、いいなと思ってもらえるような歌を歌っていきたいと思います。すごい、やっぱたくさんの人の前で歌えるってすごい楽しいことだなっていうのを思いますし、一緒に大会に出た方たちともなんかライバルではあるけどすごい仲良くなれたり、いろんなお話したりとかできたんで、それがすごい嬉しいなって思います。はい、大会があれば、はい、挑戦したいと思っちゃいます。いや、もう挑戦して紅白出れるぐらいなりたいなと思います。